すごく適当に作った歌があるんですけど、適当って言ったらあれですけど、あの遊びのつもりで作った歌があるんですけど、それがなんかやたらと反響があって、みたらし団子って歌なんですけど、教育実習に行った時にみたらし団子ばっかり食ってたみたいな歌なんですけど結構ね、気軽に作ったつもりが意外とね、なんかこうすごくみたらし団子これを聴いてすっげえ食いたくなりましたって言って、ものすごい売り上げに貢献したっていうあのいろんな人がね、この歌を聴いてみたらし団子で買いに行きましたっていう報告をくれた、そんな歌がありまして、で、それを今日ぜひ一緒にやりたいと言ってくれて、はい、なので、また、はい、一緒にやってもらおうと思います。みたらし団子聞いてください。
あ、そうね、この雰囲気が、あ、この雰囲気がありがとうございます。ありがとうございます。早速口ずさみです。ありがとうございます。あ、ぜひね、